皆さん、こんにちは。アジャックスオンライン13へようこそ。私は、科学技術振興機構 NBDC 事業推進部の木下と申します。本日の司会と NBDC の活動紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は、今年度5回予定している講習会の第3回目で、化合物とメタボロームデータベースを知って学んで使うというタイトルでお届けします。講習会資料はお申し込みいただいたページの真ん中あたりにあります GitHub からたどることができます。右側のような GitHub の画面にリンクしますので、各講師のお名前あるいは下のプログラム名をクリックすると PDF を見たりダウンロードすることができます。今お話ししているこの短いイントロの資料もありますので、何か気になる情報がありましたら、後ほどご確認ください。私たち科学技術振興機構 JST は、研究開発成果の最大化を達成するための措置を取ることを活動計画に掲げています。その中のライフサイエンスデータベース統合の推進として、ライフサイエンス研究開発全体の活性化に貢献するために、研究開発成果が広く研究者コミュニティに共有・活用されるようデータベース統合を進めるとしています。この研究者コミュニティでの共有は、最近ではオープンサイエンスという言葉で語られるようになりました。ここでオープンサイエンスについて少しだけお話しいたします。論文についてのオープンアクセスという言葉はお聞きになった方もいらっしゃると思いますが、その他にも科学を進めていく上でオープンにすべき対象として、オープンデータやオープンソースというものがあります。NBDC ではこのデータの共有化のための活動をしています。この他、さまざまな手法についてもオープン化が謳われており、最近では論文レビュープロセスや教育のためのリソースといったものもオープン化していこうという流れになってきています。それでは、データを共有する意義とは何でしょうか。科学の世界では、本来データは第三者と共有するものとされています。それは、再現性、透明性の点では、論文の根拠となるデータなどは公開すべきであるということと、再利用の観点では、新技術の開発にも役立つというメリットがあるからです。また、公共資金を投じて得たデータについては公共の財産であるという考え方から、公的なプロジェクトの成果は広く共有すべきという考え方が一般的なものになっています。この考えは、日本においても統合イノベーション戦略会議の文書にまとめられ公表されています。データを共有するの基準を少し掘り下げてみます。これについては、2011年頃から研究者のコミュニティでデータの共有に必要な条件や原則について議論されてきました。これをまとめたのがこのフェア原則です。フェアとは、ファインダブル、アクセシブル、インターオペラブル、リユーザブルの頭文字を取ったものです。これらの条件を満たしているものが共有されているデータと言えます。本日は詳細はお話ししませんが、詳しく知りたい方は NBDC のウェブサイトで検索すると、いくつかの解説記事がありますのでご覧ください。ここまでのことを踏まえて、 JST の事業部である NBDC 事業推進部は、データの共有と統合に向けた生命科学データベースに関する日本の中核機関として、広く、つなげて、使うをキーワードに様々な活動を行っています。本日ご参加いただいているこのアジャックス講習会も、データやデータベースを利用する際に役立つ情報を届ける、活動の成果を知っていただくという目的のための取り組みの一つです。また、NBDC では、欧米のように一つの大きなセンターとしてデータを中央に集めるのではなく、分散したデータを統合して利用できる、いわゆる連邦型の統合データベースの構築を目指しています。それを実現するための柱は大きく2つあります。この図の下の部分の分野ごとのデータベース構築支援にある統合化推進プログラムでは、生命科学のさまざまな分野や解析手法に対応するために、
多くの専門家の先生方にご協力いただき、それぞれの分野のデータを集約するためのデータベースの構築と維持をお願いしています。現在8つのデータベース構築が実施されています。上の部分では、これらを含む分散されたデータベースを一つの大きなデータベースであるかのように扱えるつなげる技術開発をライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS と共同で研究しています。ちなみにこの DBCLS は本講習会を一緒に主催しています。また NBDC ではいくつかのデータベース関連のサービスを提供しています。それらは事業の開始に先んじて実施された調査に基づいています。その調査の中で生命科学分野のデータベースに対する要望は、データベースのありかを知りたい、複数のデータベースを横断的に利用したい、データセットを取得したいの3つにまとめられました。これらの要望にお答えするため、データベースのカタログ、データベースの一括検索、データをお預かりして一括で配布するアーカイブといったサービスを提供しています。サービスの使い方については、昨年度の AJAX オンライン6で紹介していますので、ご興味のある方はご覧ください。先に紹介した3つのサービスや各分野でまとめていただいたデータベースなどは、すべて NBDC のウェブサイトからたどることができます。NBDC で検索するとトップページはすぐ見つかると思いますので、そこからサービスのリンクをたどっていただき、データベース利用者を選択していただくと、利用者向けのサービス一覧が出てきますので、皆さんの研究にぜひお役立てください。そんないくつかのサービスの中から、誰でも役立つサービスを一つご紹介します。ご存知の方も多いと思いますが、統合 TV です。データベースやウェブツールの使い方などの動画が2000本以上収録されています。この講習会の動画も後日公開しますし、過去の動画を見ることもできます。ツール名などからの検索もできて、スキル別コースも用意されています。また、新たに再生リスト機能を追加しましたので、統合 TV 上で動画再生リストを作成して、他の方と共有することも可能になりました。中にはイラストもあり、クレジット表記さえすれば自由にお使いいただけます。リクエストも受け付けておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。NBDC の紹介をこれぐらいにして、本日の講習に入りたいと思います。